初任教育生の一日は点検から始まります。一日の初めに気を引き締めるために教官が厳しい目を光らせ、服装や体調のチェックが行われます。京都市消防活動総合センターの施設として平成21年4月から運用が開始された京都市消防学校。ここでは教科書などを使って授業を行う教室や消防活動訓練などを行う屋外訓練場や、京都特有の街並みを再現できる街区訓練場、実際に火を燃やして火災環境を作り出せる実火災訓練室などの最新鋭の訓練施設を備えています。初任教育生はここで半年間、体力と精神力を養うためのさまざまな厳しい訓練を経て、京都を守る一人前の消防士へと成長していきます。午前の訓練は知識を学ぶ授業です。ここでは地方公務員としての基礎知識をはじめ、消防士として必要な火災についての知識や消防設備について、消防基本六法などの教科書や参考図書を用いて学びます。これらの学んだ知識は実際に体を動かして行う午後の訓練で生かされるのです。で、次に3つ目としては避難設備が、ね、私は以前からその人の役に立ちたいという思いが強くあり、一方で大学の頃から部活を続けていて体力に自信がありました。そして消防士っていうのは体力も含めて人の役に立つ仕事なので、自分にぴったりだと思い消防士を選びました。京都市には古い歴史があり、その重要な文化財や人口も非常に多いです。そうした町を自分の手で守っていきたいという思いになり、京都市を選びました。午後の訓練は実技が主となる訓練です。消火訓練や救助訓練など、午前の授業で学んだ知識を生かし繰り返し訓練することにより体に知識を覚えさせます。今ここで訓練している初任科生は10月には市内の各消防署に配属され、主に災害現場活動に従事することになります。災害現場活動で活動するというのは非常に平常心を保つのが難しい状況の中で、安全、確実、そして迅速に活動しなければなりません。そのために必要な基本的な知識や技術、体力、そして何よりも精神力を養うために厳しい訓練を実施しているところです。体力が男性に比べてないので厳しい訓練についていくのが精一杯です。なので体を動かしたり体調管理を努めています。また女性同士で励まし合ったり、共感型のサポートや仲間の支えもあって日々の訓練に励んでいます。
もっと無駄をなくすにはどうすればいいか、もっと効率的に物事を進めていくためにはどうすればいいのかというようなことを自ら考え行動できるような人たちに消防士の採用試験を受けてほしいと考えています。消防学校に入って、たくさんの同期に恵まれて、やっぱり辛い時とかあるんですけども、そうした時に支え合ったりして、自分は素晴らしい同期に出会えたなっていうことを感じる時に学校に入ってよかったと感じますし、まだまだ未熟な僕たちを熱心に指導してくださる教官に出会えたことも学校に入ってよかったなと思うことです。それぞれの思いを胸に、彼らは厳しい訓練に耐え、強靭な精神と体力を身につけ、命を懸けて炎に立ち向かいます。仲間と共に助け合い、励まし合いながら一人前の消防士になるため、日々成長を遂げていくのです。